はい、デコトラ研究所でおなじみのデコトラ研究所です。というわけで、本日は日曜日です。通常通り日曜日だけとか土日休みっていうスケジュールの方はいかがお過ごしできたでしょうか。僕はですね、まああるあるなんですけど、日曜日の夕方、まあ5時6時ぐらいになるともう日曜日も終わりかなみたいな感覚になるじゃないですか。でも本当にあるあるなんですけど、できるだけサザエさんとかちびまる子ちゃんのあのコンボ、あの順番的にはまるちゃんとサザエさんか、あのコンボは見ないように避けて通るようにしてるんですよ。単体の番組としては好きなんですけど、日曜日のあの時間に見ることによってちょっとなんかどんよりするなーみたいなのがあるんで、チャンネルもあらかじめ変えといたんですよ。でそしたら焦点が始まっちゃって、で結局今ちょっともやっとしてるところですね。あー終わりなんだ日曜日って、そんな感じですね。焦点もちびまる子ちゃんもサザエさんも大好きですよ。だから DVD で見たりとか、まるちゃんとか平日やってくれたらいいなーなんてよく言えば思ったりしますね。ああいう番組は面白いから。というわけで今回の動画はですね、前回出したマニュアリ病、マニュアリ中毒の引き続きですね、ジャロシキ先生にですね、マニュアリの極意というか、知識というものをですね伝授していただこうということで、いろいろと聞いてみました。まあ、マニュアリっていうのは、まあ、マニュアリ好きの人たちの中で各々先生がいると思うんですよ。どの先生も個性があるっていうか、まあ、自分に合った先生みたいな人がいるのが一番いいと。でデコトラ研究所はルナ丸がゼロ式兄さんと同じような排気量と車種乗ってるので、まあ、まさに参考にするべきとこがあるとか、あと自分もそのエンジン形式とかそういうのによって音が変わるっていうところにも興味があるので、我々からしたらやっぱ先生っていう感覚で、もうお世話になってるんですけども、今回はそのゼロ式兄さんのマニュアリに関するお勉強というのを皆さんでしていこうかなと思います。それではとりあえずすいません、一回オープニングで。そんなわけで今回マニュアリの知識を鍛えていただく講師はゼロ式兄さんでおなじみの鳳凰丸さん。まるで戦闘機のごとく叩き出す音色と力強い鳴きの音は研究に研究を重ねた結果が生み出した努力の賜物である。マフラーに関しては無限に語れるほど熱きマニュアリ中毒者、そんなゼロ式兄さんはデコトラ研究所でマニュアリを語るには最も重要な人物である。キヨキヨじゃねえじゃん、キヨ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 じゃない、この音が鳴っちゃったんですよね。すごい緊急じゃなくて、そうなかなかもう今すごいな。公開的に流れるとなんだかすごい。
けで豪快点でもビチュビチュ言ってるのが最高なんだ。走っててビチュビチュになってると話した瞬間もないんだ。で4分の車体が行けるんですよ。だからそのあれが欲しかったんですよ。そのだから太鼓でうまくやるしかない。それは太鼓でうまくやばい、またやばい、またね、なんかちょっと感じ合うでしょ。なんかめっちゃいいよそれ。結局エンジン出ないから丸4トン金は入れた方が得なんですよ。もったいないですよ。2トン金は入れたい。あれは低排気量だ。2トン金は要はこれ工程に欲しいから。で4トン金は8400とか8200あったら名前にして。だけど直6だから丸6にして8400とか200400あたりを丸6にすると1000何本なんです。1300とか1200で、これ合点だけど、あの直4だから割る4にしたら同じ1200、300で4トンと変わんねん。おーすげえ。めっちゃ精密に計算されてるんだ。だから 4か6がの違いで一発分の排気量は変わんねんって感じ。だからたたきも4トンぐらいのたたきは出せますよっていう。ああなるほどなるほど。あ、もうそこまで深いところから攻めていくわけですね。だからこのベースをずっと探してた。ああ。そっからだわ。すごい。その前からもうベースからもうこだわってた。でかい排気量っていうのは、でかい排気量であればあるほど、音小さくするのは簡単なんだ。排気量入れば小さくなる。だけど、排気量のねえ車をでかい音出そうって言ったら、排気量がねえから限界があって。それ以上なるほどなるほど。どうやっても、そうだからでかい分には小さくできるといくらでも。あとは低い音を出すっていうので、どうやったら低い音が出るんだろうって考えんじゃなくて、そこじゃなくてどうやったら高い音を消せるんだろうって考える。低い音を出すんじゃなくて高い音を消すんだ。消していくと。そっちなの。なるほどなるほど。そうすると低い音が際立ってくると勝手に。そういう理屈。なるほど、逆算していくんですね。天才じゃないですか。低い音を出そうとするんじゃなくて、高い音をどうやったら消せるか。なるほどなるほど。そっちの。そっちから詰めていけばいいんですね。逆に高い音を抑えていけば低い音が際立つからっていうの。面白いですよ。やっぱここそこまでいくともうもっと面白くなりますね。いやでも相当研究しましたね。押し付けたりとか、ああでもすごい知識にはなりますもんね。今もう聞いただけで、あそういう発想がある。今や参考程度にさらっと流してぐらいで、なるほど。自分はそれを踏まえてどういう作り方をしたらいいのかと考えたらいいと。押し付けでいいものなんかやもねえ。ただ好き勝手にやったらこういうのができたっていう。偶然のたまものにしちゃすごい良い音出すじゃないですか。これはでも研究の成果だと思いますよ。こんな音叩きもすごいし。だからまずこういうのは漫画を描いて、ノートに絵を描いて、まあこういう感じでみたいなやつをそのまんま絵のまんまこうやるような形で、まあ多少のばらつきはあっても、まあ、大体その感じでやる予定でみたいな。あ、まあ材料なり何なりを用意して、すごいよね。でもこの音は他で聞かないもんね。叩きもそうだし。みんなさこういうとこに目が行くわけで。だけど俺のこだわりっていうのは、まあ、見れば分かるんだけど、このチャーシーに一切穴開けてね。もともとの既存の穴開いてるとかボルトが入ってるとこを利用して。あ、そこ使ってるから。溶接してねえんでいいっすよ。あ、ここなんかもそうだ。ここもともとあるところ。タンクの穴から取ってきたら、そう。一切あるの。すごい。これでこんななんか奇跡的に綺麗な場所に建てられるんですね。それを利用して。設計がすげえ。釣れないで。だから反対側も溶接してねえから。
フラットバー溶接してっけど、結局穴はここの元々の穴だから。ああ、はい。入れるんですよ。そう、ここ、これは溶接だけど、結局フラットバーに溶接して、フラットバーに穴開けて、さらにこうボルトで、ああ、入れる。だから、やろうと思えば、まるっきりノーマル状態に戻せるんですよ。ああ、何事もなかったかのように。何事もなかったよ。すげえ。音だけじゃないんだ、この。かっこいいっすよ。JD のこのダウンライトが高いんだよ。すごいっすね。超目立つ。増やしてきたから。6個増やしたから。前は10個しかついてなかった。ああ、すごい。さらに増やして。と戦う男の乗り物って感じですね。まあ、かに。もう本当にそこからそこまでもこだわってるっていう。飽きないなぁ。これ何回見てもいいな、これ。まあ、一人乗りだから。マニュアルのいい話、たくさん。いやいや来ました。もうこれでマニュアリの直の話は2回目とかだけど、俺だってよ、もう言ったら別に1日喋ってないよ。そうだから被らないですもん、前回の話とだって。一個も1日やってられるよ。全然な、飽きねえもん。ずーっと別にマフラーについて喋ってんだったら1日やってたって。前回も結構マフラー教えてもらって、あの動画一切被ってないことを全部言ってて、新しいこう知識が入ってくるっていう。一晩飲みたいですね。とマフラーについて。ああいうのでもな、威張りってやつがああやって紛れ込んできて、俺ならこうするみたいな、てめえのやってりゃいいんだよ、そんなの。便乗してくるんですよね、この流れに乗って。俺はチャンネルの内容をよく見てえもの言えた。確かに。そう、これについて語ってんのに、俺ならどうとかって、てめえのことやってりゃいいんだよな。趣旨が違ってきますから、その話の。だからなんでそのマウント取りてんの。どうしても取りたい。そう、なんでそのどうしてもマウント取りたがってるんだよ。そういうのが知識あるよみたいな。これやった方がいいよ。そう、だからいいんだよ、分かってんだよ、いいんだよ。だからそれ勝手にやったらいいんだよ。もう俺に言うことじゃねえんだよ。確かに、確かに。よくよく見たら実はトラックなんか持ってそらねえって。分かって言ってんならいいよ。みんななんかうろ覚えみたいなので言われても芯がねえじゃん。ああ、そう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 、芯がねえはダメだ。だからちくわなんだよ。芯がねえんだよ。確かにそうですよね。横からこう意見してくる人は確かに多いかもしれないですね。そうそう、いいな、人の好みだっけな。そうなんですよ。あくまで自分はこうですよ、だから それをなんかどれが正解みたいな感じ、上からそれは違うみたいなのが来るのがちょっと違 う。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあゼロ式兄さんも最後に言ってましたけど、やっぱりその特にコアな部分デコトラのコアな部分に関してっていう知識を教えてもらったりとか発信しようとすると、やっぱりいるわけですよ。そうじゃねえんだよっていうのと、あと、まあ、それに便乗して、いやそれは違うよ、こっちの方がいいよっていう感じの人が、まあ、ちらほらと見受けられたりっていうのが自分にとってもあって、でもやっぱりそれは自分の中で YouTube なりとかそういうので発信していって、あそうだよねっていう人たちの中でやればいいかなって思うんですよ。ただやっぱりそういった中で違うよっていうのはないわけですよ。もう各々のこういう場合はこうした方がいいっていう知識があるので、最終的にいろんな方 のこういう知識を踏まえて、これは違った、あれは違ったっていうので作り上げていくのが自分の個性っていうわけですから、いろんな人の意見を聞いて吸収するっていうのは大事だと思います。それを否定するというか、それは違うよって言い切っちゃうっていうのは、やっぱり真剣にやってる人とか研究してる人たちからしてみたら、もうその一言で否定されてるみたいな感覚になるから、やっぱ分からなくもないというか、分かります。そういった感覚になるのは、僕はあくまで参考までにということですよね。まあ、ここまで言ってこれ違うわみたいなことがあるんであれば、もうちゃんと話を聞いてないとしか思えないですからね。前置きはしましたから、前置きっていうか後書きになるのかな、これは。とにかく楽しんでやりましょうよっていうことですよ。もう何に関しても、もうトラックに関しても、人が作るものなんか荒探そうと思えばキリがないですから、あらばっかり探すよりもいいところ見つけて吸収した方がいいんじゃないですか。誰にでもあらなんかあるんだから。でそういう感じでお送りしているチャンネルがデコトラ研究所ですね。自分もそうですけど、まあ、これを家族の一員だと思ってるわけですから、それをここのこういうところダメなんじゃねえのとかっていうのは、やっぱり自分の子供、オタクの子供、ちょっとファッションセンスいかれてんねとか、その髪型、オタクのお子ちゃんのその髪型ブサイクだねって言われてるの気持ちになるわけですよね。こっちがしてみたら平気でつらって言っちゃうやついるけど、
だからそういうところですよね。やっぱり自分の持ってるものでやったらいいんじゃないのって。だから僕よく思うんですよ。人のトラックでデコトラ伝説するなと。そう、人のトラック使ってデコトラ伝説しないでくれっていうのはあったりしますよね。こうしたいけどあの人はこうしてる、まあそれでいいんじゃないのかなっていう。じゃあ自分のトラックでそれをやって周りからそういう評価をもらえばいいんじゃないのっていうのはありますよね。だからやっぱ個性ですから、人真似するのがデコトラじゃないですからね。これかっこいい課題だな、俺もつけようっていうのは全然ありだと思うんですよ。まあそういうとこでした。まあ難しい話するとね、ちょっとみんな疲れてくると思うんで頭が。というわけでですね、まあこれからも、まあ、デコトラ研究所ですからやっぱりいろいろ研究していきたいと思いますし、いろんな人の悪いところを研究するんじゃなくていいところを研究していきたいと思っているので、あくまでデコトラ研究所の考え方ですからね、このチャンネルで発信することはっていう感じです。それでは、まあ、今回も深い話を特別に講師を、お招きしてお話ししていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、もう最終的に言えるのはデコトラって、まあ、奥深いっすよねっていうトータルでは、そういうとこですね。それでは皆さん、日曜日の残りわずかな時間楽しんでください。それではまた次回、お疲れさんでした。ショート